チャールズ・マリース、チャールズ・マリーズは、イギリスの植物学者、ビーチ紹介のプラントハンターとして働き、1877年と1879年に、日本、中国、台湾で、植物収集を行った。500種の新種の植物をイギリスにもたらした。英国のオリックシャーの EN、ハンプトン・ルーシーにて、靴屋の5人兄弟の末の息子に生まれた。 グラマースクールで、後に、王立園芸協会の植物学の教授となる牧師のヘンスローから植物学を学んだ。長兄と時兄は、父の仕事を継ぎ、四男のリチャードも植物学を学び、園芸を仕事とし、父親が死んだ後、チャールズも兄の園芸場で働いた。7年間兄の元で働いた後、1876年に、当時、イギリスで最大の園芸賞のロンドン。 チェルシーのビーチ紹介に雇われた。すぐに主任に抜擢され、極東の植物の採集に選ばれた。1877年2月、中国の上海に向けて出発し、香港、寧波に寄港した後、日本の長崎に4月20日に到着した。長崎の庭園を訪問した後、下関から瀬戸内海を通って、大阪、京都を経て、横浜、日光さらに、 青森を訪れた。同地では、高知の樹木に注目し、採取を行った。青森から北海道に渡り、6月20日に、函館に至った。札幌から千歳、江別を通って、浦河、様に訪れた。さらに、朧泉、襟裳岬を訪れ、10月までの3ヶ月余りを、北海道で産地の植物、昆虫の採取をして過ごした。最初に採取した種子を乗せて、 イギリスに向けて出港した船はしかし座礁し、その際にマリーズが採集した種子は失われた。このため再び採集を行い、イギリスに種子を送り届けた。北海道から新潟へ船で移動し、その後陸路で12月に横浜に戻り、12月25日に横浜から離日した。再び大陸に渡り、香港、台湾、中国本土で植物採集を続けた。 1878年の夏に再来日し、日本で過ごし、その後は中国での植物採取を続け、1880年2月にイギリスに戻った。植物標本は王立植物園に送られ、昆虫のコレクションは大英博物館に収められた。1882年にフッカーの推薦でインドのダルバンガーのマハラジャの庭園の監督官の仕事を得た。 その後、クアリアルのマハラジャの庭園の仕事などを1902年まで務めた。インドではマンゴーの専門家となり、インドのマンゴー栽培を執筆するが、出版されることはなかった。原稿は、キューガーデンに保存されている。1877年に、ロンドンリンネ協会の会員に選ばれ、1897年に、 王立園芸協会のビクトリア名誉メダルの受賞者の一人となった。出生地のハンプトン・ルーシーに2005年にチャールズ・マリース・トレイルが設けられた。本邦の通訳ガイドの草分けである伊藤鶴吉が1877年の採集旅行に同行した。伊藤はマリーズから植物採集の知識を学んでいる。以降、伊藤はマリーズと契約を行ったままであったが、 翌1878年6月からのイザベラ・バードの東北、エゾ島旅行に雇われて同行している。この契約と出発は、マリーズが日本を離れている間のことであった。伊藤がバードと契約した理由については、マリーズが不在であり再来日も不確定であったためとも、マリーズの賃金により、バードの定時額の方が高かったからとも言われている。ありがとうございます。